スジらしい。本日のゲストは超実力派現代アイドル女優雛形あきこ。シリアスなドラマからバラエティまで全てをパーフェクトにこなす気象女優雛形を相手に鶴瓶がコール。だからなんか恐ろしかったんや。なんでですか。なんやねんお前、怖いねん俺は。なんかしないな。楽しんでいきましょうよ。普段はだってこう台本があって自分の役っていうのがはっきりあるからまだね、はい、楽しくなれるように頑張りますので、帰りもこう笑って帰れるように、収録を無事終えられたらなと今は思っています。よろしくお願いします。てなことを言いながらも彼女の爆発的パワーと瞬発力は即興ドラマを完全制圧。恐るべし雛形。今日はですね、備品倉庫の一角でございますね。こういうのってまた最近珍しいですね。備品倉庫の一角というのはどういうことですか。備品倉庫の一角、そこにいる方ですね、女の人ですよね。今日はゲストで若いんですよ、これまたね面白い人ですよこの人は。うん、今日のゲストこの方でございます。よろしくお願いします。どうも。いやすみません本当に。どうもお久しぶりでございます。お久しぶりです。どうもどうも。よろしくお願いします。でこれは雛形見たの。大体この番組はどんなの。見ました。見るの。案外全然ミント着てるタイプやないかなと思ったんですけど、ね。えなりさんのいただいたんです。えなりの。いただきましたねビデオ。えなりはちょっと見ましたか。見ましたね。あいつはもうほんま。悩んでましたね。悩んでた。悩んでた。すごい病気になってました、うん、そう、はい、そんなのいやそんなことはまあどうでもいい。今日はね、はい、備品倉庫の一角でございますね。なんか勤めたことないやろ、はい、一切勤めたこと全くないやろ。そうですね、まあ、役柄はいろいろやってるやろうけども。そうですね、でも、うん、ないです。お勤めはないですよね。はい、うん、こういうなんていうのはちょっと難しい倉庫の。で倉庫、うん、じゃあちょっと見てみましょう。はい、とかそういうところですわな。この番組は台本も打ち合わせもない即興ドラマをお送りしてまいります。そのため辻褄が合わない流れや気持ちの悪い間、さらには互いの腹の探り合いなども見え隠れいたしますが、あらかじめご了承くださいませ。本日の設定は備品倉庫の一角でございます。スタジオにはやや大きめの企業の地下備品倉庫を用意いたしました。しかしこれらの状況をどう解釈しどう演じるかは出演者の自由となっております。なるほど。あ、こういうことか。要はだから自分の総務でよくここへ物を取りに来るとかそういうことですね。総務の人ですよね。まあ、総務の人かどうか分かりません。別に、はい、何かこうでも必要 でもいいとりあえず取りに。そうですね、誰でも入ってこれるんですもん。はいはいはい、そうです、そうです、誰でも入ってこれる。はい、そうですね。へえ、会社の人でも会社の人でなかったも別にいいんですよ。でも会社の人じゃないんですよ。それはまあね、で大きな会社だとうまいこと作ったらやろ毎回これ。毎回こんなことをね、これ予算があんのかないのかわからないんですけど、ここ毎回ですよ。毎回だって。それでね、本当予算ないんですこの番組。あ、じゃあすごい頑張ってますね。頑張ってるやろ。だからきっとここドラマ今度何やってんの今は。今なんかやってんねんなドラマ。そのドラマからこっちへちょっとずつ備品回してんの。本当のこっちの備品を持ってきて、ほんまのここの総務に頼んで借りてんの。もうこの事情を雛形分かったってください。本当にないんですから。頑張ってください。頑張ってるやろ。2年半続けてきたんや。すごいですね。せやろ。これからもでもいや、だからこれからやるねんけども、どっちから入る。入ってくるのか、2人でおるのか、それともどっちでもいいよ。あ、どっちでもいいですよ。どっちでもやな、決めん。なんかあの照明に聞こう。
はい、どうする、あ、彼女です。鶴瓶さんが後から入ってくる。僕が後から入ってくる。はいはい、そういうことです。じゃあ待ってます。いや別に彼女と付き合ってるわけでもない。でもいつも彼女に聞くからね、なんかおかしいように思われた。じゃあ私待ってますね。はい、はいはい。持ち道具とか別にないの？ないですね。はいはいはい。30分もここにおって課長心配してたで。何があった？ここかなって思って来たんやけど。いや、はよ川に戻らな。なんか やりにくいんや、その君がおるとな。そんな最近の若い子とか言うのは痛ないけども、とにかくやりにくいんやな。課長も俺とこ来てやな、頼みますわ言われるしやな。いや、俺は頼まれてあんた入れたからな、俺にも責任あんねや。今入られへんで、こんな大きな会社。そうか、その爪。いや、もうこの際からみんな言うけども、その爪もこんなん、こんな会社に似合わん爪や。まあそら君らは君らの言い分はねやろけどな、それも課長が俺に言うて言うてくれへんか言うしやな。で、言葉遣いな、言葉遣いもあかんらしいわ。いや、俺の前では別にかめんで、そんなもんな、言葉遣いもちゃんとしないと。な、ほんで何や言うたらここへ入ってきてやな、しばらく。そら総務やからここへ入ってこうか、数えんのもそらええけども、その辺分かってもらわな、あんた。俺も立場っちゅうもあるからな。いや、まあ、違うかやで。わしも今のこと棚にあげて。そら今そらそらってやけど、それはしゃあないやな。そら棚にあげてって思う。ちょっと待っとけや。
何や棚にあげてて。会社では目も合わせてくれないじゃないですか。当たり前やん、そんなもん。立場はあるがな。ここへ二人で入ってきてること自体が。あのな、ついついお前って言ってしまうけど、お前の態度ではさ、わかるしな。で、また嫁はもまあここでここにおった子やからな。俺も2回も結婚してるしやな。で、変な噂もだったらあれやし。そんなん目合わさんよ。だってあんた分かるやろ、俺の立場も。なあ、奥さんとお話ししました。お話ししました。電話入れたんか。あのずっと電話、え、いつや。知らない、かかってきたんだ。ひなの携帯にかかってきたの。ほんでどない言うた。まさか、まさかあんた俺のことまだ言うてないやろな。教えない。いいよ、何言うた。俺も言うて立場あるからな。頼む。なあ、またまたなんて言うやろ。いやいや、じゃあ奥さんとひなどっちが大切。どっちが大事。そう、それは分かってるな。言うて言わんでも。ひなの方はこんなお前会社でいますね。ひなの方が好きや。でもそけどお前いつや。何が。電話かかってきた。電話かけてきたの一回じゃないよ。きっと奥さん分かってると思うんだけど、どうしようか。どんなこと言うの。どんなこと言うね。どんなこと言ってほしい。言ってほしい。どんなこと言っててほしい。うん、いやいや、普通に敬語でちゃんと喋って、あのいつもあの木下課長にはお世話になっておりま、あ、部長にはお世話になってますって言うて普通に言うたらええんやがな。お世話になってますって言ってるよ。お世話、いや、そういうお世話じゃないがな。わからんな、違うがな、お世話。言うてくれ、いいな。どない言うたな。あ、このことな、うちのやつも変に明るうてな。だからしばらく会ってなかったやろ。だから怒ってると思うねんけどな。でもしゃあないやん。そら、あいつももうなあ、言うてもまだ若いし。で、いや、でも結構ひな、まさか俺と結婚しようとは思ってないやろ。なあ、ひな、なあ、そんなん望んでないわな。いや、こんな言い方したらあれやけど、え、別に援助交際と思ってないけど、月々ちゃんと渡してるしやな。いや、早いかだな。いや、やらしい思われるやん。などこに。いや、
君の金やな、総務に。わしも戻るよ、ちゃんと。いや戻るけど、なんかちょっとちょっと喧嘩したぐらいでポンと出てきた言うて。だってイライラしたんだもん。イライラなんだ、誰かさんのせいでさ。2週間ぐらいでいけ、俺も会いたいわ。会いたいけど、そんな、あれだって、あのな、この決算終わってからやったらもう何もでも会えるし、俺も会いたい、会いたいけどやな、それはもうちゃんと。せやけども、そんなことよりも、お前、嫁はんとはどういうことを喋ってんのか、ひな教えてくれや、頼むわ。で、お金のこととかもちろん言うてないと思うね。君、ほんまに言ってないよ。言うてないやろ、賢い子やから。うん、なあ。でも向こうがね、いっぱい聞いてくるから。どんなこと聞いてくんの？どんなことでしょう？困らすね。どんなこと、例えばなんで遅く帰ってんのとか、君とどういう関係やとか、そんなことはまあまさか絶対知れんからね。そんな全く知れんからね。うん、いや、それ知らへん知らへん知らへんけど。分かんないよ、そんなこと。知るわけはねえんだな、君のこと知らんねんから。たまたまそのなんていうか、メール嫁さんとおるときにメールシュート入ったから、俺がちょっとやみたいな、変なメール入れるからやな、うん、だってひな怒られたもの。そう、入れるな言うて。奥さんに怒られたの。え、小出しですね。奥さんに別れてって言われちゃった。ええ別れてって、別れて言われた。奥さんに別れてって、俺とや言うたんか。だって奥さんから電話かかってきたんだもん。自分しかいないでしょ。どうしよっか。ほんならどうだいすんね。もうややこしよ。奥田君とお前結婚するのちゃうんか。奥田君と結婚、奥田君はしたいんやろ。だって自分が勧めたんじゃん。奥田君ええ言うてたな。なあ、結婚考えてるとか言うてたやん。まさか俺とそんなのと思うし、嫁はもあんなメールをつかないぞ。あんなメールをつかない見たんや、嫁は。変なメール、分かるよ、あんなこと書いたら。わざとだもん。ひな、奥さんと別れてほしいもん。ひなな、そんな、ひな、いくつ違うねん。俺は50、ひなまだ前、たかが20代やねん。30ぐらい違うねんで、な、そんなもん、おかしい、そういうことはな。どうして、そんな夫婦なんていっぱいいるじゃない。いっぱいいるけど、ひな、どういうかな。まあ一人でもの嫁はんにも子供がおるし、そこにはまだちゃんと養育費も送ってるし、それでまたな、俺もそのアルバイトもしてながらやな、今回こういうことになって、で君にも何ぼか渡してるし、もうこの筒いっぱいやねん。もう鼻にまで。いや、だからもう結婚もできへんし、何にもお金もあげることもできへんねや。そういうことやから、いいな、もう諦めてくれな。だからちょいちょい君も奥田と結婚してやな、それで君がその満足いかへんやったら、会うし、もうとにかくそういうややこしい関係はもうやめとかな。もう俺も次のまた養育費払わなあかんし、そんなバカなことはないやろ、いな。
ひなは一緒にしろか。OK です。え、大丈夫大丈夫大丈夫です。どうも、どうしようかと思っちゃう。見てみ、すごいやっちゃろう。恐ろしいやっ。だって逃げようとするんだもん。最近のは強かやつ、怖いな。生まれて初めて殺された。ここでほんのちょっとのお詫びと言い訳をさせていただきます。今回のドラマ収録の中で一部セットが見切れてしまいました。ほんのちょっとお見苦しい映像となったことをスタッフ一同ちょっとだけ反省しておりますが、本来このような事態を想定してセットを作ることは番組の性質上不可能でございます。あしからずご了承の上、今後ともこのような部分も合わせてお楽しみくださいませ。それでは雛形あっこさんでございます。大丈夫、足こっちで、はい、足大丈夫、大丈夫です、ごめんなさい、はい、最悪やわ、ほんまに。え、何やですか。いやいや、オールさんなしやったことないから。もう終わろうとるやろ。俺あのな、ハサミ回されてんのがあれ非常に怖かったよ。何か分からへんでしょ。でもとにかくハサミ回してんのね。だって入ってくるっていうから、じゃあ待ってようかなと思って。いや待ってるって、そこで仕事してたらいいや普通の。俺はもっとなんか違うことを想像してたわけよ。なんか別に不倫ということも、あ、私も別に不倫なって思ってなかったやろ。だってあんま何も考えないで来てくださいって言われたんだもん。普通考えない言っても何か考えてくるじゃん。ほらすごいな、ほんと青かお前は。え、なんでですか。ほんとどっかちょっとこれで、はい、全く考えてなかったやろ。全く考えてなかったですね。あのね、はい、考えて入り込んでキャリーさんのよ。ものすごい入り込んで。違うんですよ、考えるとそれしかできなそうだったんですよ。いやちょっと待って、ほんならなんでそれがわかるの。考えてそれしかできなそう なんですというのは、考えていっぺんそれをやったことがあって失敗したことがある人間が言うことよ、それ普通。だって考えてったらそれに向かって、その話に向かっていこうとしちゃうじゃないですか。そうそう。でも鶴瓶さんなんて言うか分かんないし。こんなふざけてやらないですね。なんでやってるの、なんでやってるの。8年ぐらいですかね。8年やろ。で、はい、それはバラエティーにあの仕込まれた8年やからな。だからなんか恐ろしかったんや。なんでですか。なんやねんお前、怖いねん俺は。なんかしないで、前もバラエティやった時でもなんか怖いのよ。なんで怖いんですか。楽しんでいきましょうよ。いやいや。顔は可愛らしい顔してるけども、それ別に何にも考えてないねんけど、やっぱりその場によってものすごく変えられるいうのはね。だから俺入ってきた時にこれ怖かったんや。ちょっと俺見てみましょう一緒に、はい、それではどうぞ。俺を興奮さそうとしてた。こんな俺ね、はい、長いこと入ってけんかったやろ。入ってこなかったから、あ、どうしようか、なんか触ってみたりしちゃおうかなって。あ、この長さがハサミを触らせたの誰や。あんなとこハサミ置いたん。私です。なんかほら周りにちっちゃいもの置いとかないと不安じゃないですか。これなんか悩んでるやんか。怒ってんねやろな。わかんない、ちょっと不満の方がいいかなって。ああ、不満の方やな。だから不満だと じっとしてられるか。これちょっと待って、もうこれでなんか影あるやんか。俺こんなん撮られてるわ、おい。ここはね、俺マジで撮られてると思ってへんから、ぐーっと考えてたんよ。どこで行こうかなと思って、うん、こんなん映ってんの。どうぞ。
十分もここにおって、課長心配してたで。これすいません、この時は殺意なかったでしょ。ないですよ。これで来られたら怖いやろ。意味わかれ、なのこちゃん芝居も何もせえのに俺を殺したいだけやよ。殺そうなんて思わない。いや自殺でしょ、自殺、一緒に死のうというすごい近松、うん、でもそんな思ってないですよ。思ってなかったよこの時点は、はい、どうぞ。何があった、ここかなって思ってきたんやけど、いや早う川に戻る。これがあかんねん。というのはね、そのなんかその足でね、 OL の格好でね、もうこうしてね、ジラジラしてることがね、俺を興奮さそうとしてるわけ。こんなの違う。普通きっと OL さんはこういう、うん、姿にはならないだろうなと思って、うん、だからあの、うん、この人の前ではできるもう存在なんだろうなってことにし、やらしい、もうだってきっとしないじゃないですか。そうそう、こんな風にムンムンよ、もうなんかね、わかんないけど、こんなんでもだいたい事務局こんなんで足こんなんやったらあかんで。でこれでセクハラされたっておかしいやないか。いや俺は頼まれてあんた入れたからな、俺にも責任あんねや。今入られへんで、こんな大きな会社。憎たらしい。僕はその爪。マジですか、憎たらしい。いやもうこの際がみんな言うけども、私一言も喋ってないですね。で言葉遣いな。言葉遣いもあのあかんらしいわ。いや俺の前では別に仮面でこれそんなもんな。ここがここがスケベの証しやで。なんでか俺自身がちょっと関係持ちたいな思ったけど、俺の前では仮面で、これはまあ俺が頼まれて入れたからなんか知り合いだけど、ちょっと近づきたいこの言葉な。俺の前では仮面ではな。それなんでだって感じです。でもずっと喋ってないよ、喋ってない記録では一番やで。マジですか。そうやん、ずーっと入ってずーっとの一番やで。喋ってない記録一番ですか。一番よかったです、なんか一番慣れて。いやいや、これもこれごっつい印象に残る筋なしの一つやで。これ言葉遣いもちゃんとしないと。すごい喋ってますもんね。なあ、これで何や言うたらここへ入ってきてやな、しばらく。そりゃ総務やからここが入って、こうか数えるのもそりゃええけども。いっぱい喋らせて。その辺分かってもらわな、あんた。俺も立場中もあるからな。いや、まあ、違うかやで。わしも。のこと棚にあげて。何言うたんやろと思ったよ、今。恐ろしいことを。長いこと喋らんかったのに自分のことを棚に上げて、これでようやく関係が分かったや。どうしよっかなと思って、なんかそんなん出てきちゃった。中身のお告げやった な, なんか出てきちゃった。自分のこと棚に上げて、これがやっと来たと思ったや。こっから顔変わるで、どうぞ。会社では目も合わせてくれないじゃないですか。完全にこれ会社では目を合わせてくれない、これ完全に2人はできてるんです。もうごっつい喜んでるやろ。嘘やけどものすごい喜んでる。雛形が書いた台本に対して、いやこんなスケベバレるで。どうぞ。ちょっと待ってよ。警告、前のお母さん本当だ。俺も2回も結婚してるしやな、ね、変な噂もだったらあれやし、
そんなん目合わさんよ。だってあんた分かるやろ俺の立場も。なあストップ。これ会社でこんなと困るやろなこれ総務の倉庫でこんな話してる人おると思うよきっと。なんかありそうじゃないですか。あるで絶対こんな。ねえ、こんな長いことおらんでも。うん、でもなんかこうあんま人の来なそうなこういう部屋とかで、ね、ある絶対あるで。大きな会社やったら、うん、あんまり使ってない部屋入ってもう別れ話するとかな、うん、なんかありそうな。あるでこれは絶対。あのデパートなんかありそうやな。女の人ギョーさんおるし、でいろんな倉庫もあるし、ねえ、いやいやごめんなさいねデパートの方わかんないですけどね経験はないんで。経験ないイメージで。イメージあるよね、その女の人多いとこって。どうぞ。なあ、奥さんとお話ししました。いっぱいこう。あんたのパンチきついな。お話ししました。まさかまさかあんた治るとのこと言うてないやろな。おしえな。何笑ったんだよこれ。何笑ったんだよ。分かんないですね。何笑ったんだよ。これがいい。こう笑ってみようと思っちゃいました。こっち笑ったで、こんなんやろな、きっと笑ったで、早言えと、どないなっとんで、こっちも、こっちも対処の仕方があると。ああ、でもなんかこう、そうなってほしかった、そうやってイライラ受注にはまっとんねん、どうぞ。この決算終わってからやったらもう何もでも会えるし、俺も会いたい、会いたいけどやな、それはもうちゃんと。せやけどもそんなことよりもお前嫁はんとはどういうことを喋ってるのかひな教えてくれや。頼むわ。でお金のこととかもちろん言うてないと思うね君。ほんまにあの言ってないよ。言うてないやろ賢い子やから。うんなあ。でも向こうがねいっぱい聞いてくるから。どんなこと聞いてくんの。どんなことでしょう。うまいなうまいな。一回こんなこと言うたことあるんちゃうか。ないですよ。ドキドキするわこんなもん。うまいうまい。こういうドラマはやったことあるの。どうでしょう。ないです。あまり OL さんがないです、ね、ないよな。ないですね。ごっついリアルやでこれ。普通の若い子のリアルな演技やで。主婦ですよこの女お母さんですからね。お母さんですよ父やってるんですよね。もう離れましたけど。もう離れたか。はい、お母さんですから、ね、どうぞ。小出しですね奥さんに別れてって言われちゃった。別れちゃって。もうややこしい。奥田君とお前結婚するのちゃうんか。奥田君と結婚。奥田君が結婚する。だって自分が勧めたんじゃん。だからうまいこと返すな。ものすごい悪い男やんか。自分が遊んどいてそれ奥田君にずっとどんな男や。だって結婚するとか言うからやだどうしようと思ってこの人のせいにしちゃいと思った。ずるいわ。自分が愛したやと行こう思ってこれはこの手はええや思って奥田君出したのに自分が勧めたんじゃん。こんな女と。んでまたこの態度止まってるの見てください皆さん。これは言うたと思うか。やったった俺はもうどうしよう思って洗面台飲んだろうか思って。どう言うかな。まあ一人の目の嫁はんにも子供がおるし、そこにはまだちゃんと養育費も送ってるし、それでまたな俺もそのアルバイトもしてながらやな今回こういうことになって。情けない。君にも何ぼか渡してるし、もうこう筒いっぱいやねもう鼻にまで。何言ってんの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 。自分で分かれ。そうそう。じゃあ私これこの時分かんなかったです。何言ってるか。俺も今何言ったっていう。俺も自分で何言ったの。どうぞ。もう鼻にまで。
なかった。話も出えへん。もう出すもんなんでもないと。話も出えへんっていう。これなかなかええ逆だよな。何にも、何つったかが分かんなかったんで、あの、いや流そうって思ったんです。この時は。え、何言ったんだろうっていう。これも今聞いて初めて分かった。ほんまに困ってたやろな。どうぞ。そういうことやから、いいな、もう諦めてくれな。だからちょいちょい君も奥田と結婚してやな。それで君がその満足いかへんやったら、あの会うし、もうとにかくあのそういうあのややこしい関係はもうやめとかな。もう俺も次のまた養育費払わなあかんし、そういうたばかなことはないやろいな。これ怖かったやろ、これ何が起こったか分からなかったの。事件というのはこういうように起きるんです。何もない日常ののどかなとこからずっとだって、やばい、この人帰っちゃうってちょっと出てるんだ。帰っちゃう、一人になっちゃうと思って一人になったら私一人で終わらせなきゃいけないこれもう消えてもてるやしかいからカメラもよう出へんから、次の展開分からへんでも。これが怖かった。どばらんのどうぞ。もう俺も次のまた養育費払わなあかんし、そんなバカなことはないやろいな。そう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 、もうペン見せて。その瞬間早かったな、ここまで俺またいできたんじゃない思うぐらいちょっと、だって普通だったらそのドアの方に近いからすぐに逃げちゃうと思ってはい、あんなんでそんなバカなことはないやろいな。どうなってるんだ、こんな風に。逆にこうなった方が分かんなくていい。ひなは一緒にしろか。これすごいよね、このセリフ。どうしよう、このセリフがあったから抱き合えたんですよ。でもう自分をごっつ反省したいかね。だけど上は止めないんですよ。どうしようかと思っちゃいました。まあ。ひとまあ、まあこれでいいのか、俺はいいですよ。でも次の段階でこれずっと止められなかったら俺私そしたらもうあの死んだこの人ちょっと置いていこうかと思ってこれでええわけやんか、ほんまはな。バーっと遅かったやろ、ちょっと遅いかなと思ったんやけど、その前でもちょっと引いててくれるかなと思いました。あ、そんな分かってんねや。やらせてすごいな、あのね、この前のセリフがすっごいいいで、笑いながら言うてんねんから。だからね、やっぱり芯張る人間やからそうなんやと思うけど、あのアップもよう抑えてたな。これ抑えへんよ、こんなん分からへんねんから。もっぺんちょっとそこだけ。でもほら、ちょっと喋る前に喋りますよ動作あった。え、っていうかちょっとこう動いて喋りますよっていうのってないですか？うん、だからそれはあるよ、あるけども、それはずっと抑えてることがすごいし、俺自身は、俺はもうやっぱりあの時代劇でも何でもそんなに喋るのやらしいやんか、刺されてんねんから。そやろ、要はあるやんか、うん、宝は一本松の下とかそんな人いないでしょ。よう言ってるやん、な、刺された後にいろいろ言う人、うん、あいつがこんなことをやってくるのよそんな長いこと喋れないよ、やし。でももうあんまり喋られへんねん。うん、喋られないですね。喋られへんねん。
うん、だから喋られんかどうしようかなまだ言うてくれたんやちょっとこれいいよひなは一緒にしろかもうええドラマやなどう OK ですってもうすごいすごいいやいやだから楽しかったですねこれはねあれに尽きんのよ決めないっていうことを先に決めたから決めたらそっちにとらわれてしまうっていうのは、はい、ねそっちに行こうとしちゃいますね おもろいなこんなんなんねやとおもろいな面白いですね楽しかったですよ、うん、だから用さしてくれと思うわいけないと思って逃げちゃうと思ったんですもんだっていやでもあの瞬間もうぐーっとひな形っていうことよりもひなという女を愛して死ぬんやからなねえこのビデオ持って帰って3回ぐらい嫁はんに見せるわじゃあ私お母さん頑張ってきたよって子供に見せますねいやこれお母さんよう頑張ったわ頑張ってきたよって子供に見せます、うん、でもひな形を最初からこう見てたらそんな雰囲気俺は分かるけどそんな雰囲気を思う人っていうのは非常に少ない思うのよね何にも考えてないへーってしてそうでやっぱりすごいからねその子供も産むし育てるし育ててますね可愛いです子供でも子供育てたらまた違うやろあー全然違いますね人の子も可愛いけどやっぱ自分の子は特別可愛いですだから育てられた自分の、あのお母さんの子供すごいと思いますねそうやろ一番尊敬する女性はやっぱりお母さんです、ね、になってくるやろどんどんなりますねそれで今でもやっぱり仕事をしてる今なんかも見ててもらってるんで、うんうんうん、まだ甘えてますからね、うん、お母さんにひどいな、ね、いやうちの娘もそうやけどもでもそうですねすごいと思っちゃいますこれちょっとお母さんに見せてあってくださいこれはもうすごいわお母さん今日はこんな感じで頑張ってきました頑張ってきましたって、はい、もうこのおっさん手のひらで遊びましたよ違いますよ一緒にこう作ってきたよ、はい、本当今日はありがとうございましたありがとうございました楽しかったですめちゃめちゃ楽しかったです雛形あっこさんでございましたどうもありがとうございました すごかったな喋らないのずるいですねいや喋らないのが最後に言ってきたよありがとうありがとうございました今年もよろしくよろしくお願いしますお疲れ様でした。はい。どうしようかと思って。古いですね。いやいやいや。喋らせておいて始め。それが本当に古いの教える時間が聞きましょう。はい。どうもお疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。